純ちゃん、私生きてていいの？純ちゃん、その夢はいつも同じですか？はい。今も毎晩のように見ますか？いえ、でも時々。園田さん。はい。先週初めてこちらにいらした時、事故の記憶がないとおっしゃっていましたけど。はい。事故から2ヶ月ですが、まだ思い出しませんか？先生、どうぞ気持ちを楽に。何でしょう？私、思い出したいんです、あの事故のこと。あの日私と彼がどんなだったか知りたいんです。園田さん、無理に思い出すことはありません。今はその記憶を眠らせておきましょう。無理はいけません。いつか自然に思い出しますよ。園田さん、左足はまだ痛いですか？いえ。外科の医者は何て言ってました？確か怪我の方はもう治ってると。はい。でも気がつくと何か引きずっているようで、全然痛くないんですが。ねえ、泉。何？お、さすが美術大。けど、これ何？出雲。帯。そして泉のイメージ。え？もっとわけわかんない。純ちゃん。ぼーっとしながら何か考えてる。今年の夏は出雲に行きたいな。出雲って純ちゃんが育ったとこ？うん。一緒に行かない？うん、行ってみたい。どんなところ？危ない。あれ、痛い。ああ、ごめんごめん。
出雲行こうな。出雲行こうな。おかえり。ただいま。おい、どうだった？何が？病院で少しは役に立つのか？うん。精神科なんて余計気も楽なんねえか？変なやついるし。そんなことはないよ。いつまでもメソメソしてるなよ。家の中暗くなるからよ。おい、言い過ぎだぞ。お兄ちゃん、私大丈夫。そうか。お父さん、私泉、晩飯おそめでいいや。この生のポンコツがや。うん、分かった。つかさ、母さんの七回忌やっぱやめとこっか。だよな、あいつやばいし。泉が元気になったら、そしたら3人で墓参り行けばいいさ。おばさんも誘わないと。おふくろの妹なんだし。はあ、もちろん。咲さんがいてくれていろいろ助かった。ごめんなさい、遅くなって。ああ、休んでよかったのに。今日病院でしょ？はい、もう行ってきました。そう、大丈夫？仕事はぼちぼちでいいからさ。さきさん、配達行ってきます。あ、今日はそのまま上がっていいわよ。さきです。行ってらっしゃい。行ってきます。あ、じゃあごめん。泉ちゃん、これ裏庭に植えといて。はい。分かってる。ねえ、明日桜見に行かない？うん、仕事終わるし。頼んじゃえよ、おばさんだろ。うん、でも土曜じゃダメ。土曜じゃもう散った後。そっか。うん、頼んでみるけど、私っていつも純ちゃんの言いなり？そうかな。たまには言うこと聞かなきゃよかったよね。さきさん、ん？この花まだ2日しか経ってないのに。ん？前は1週間ピンとしてたんですよ。それでいいのよ。泉ちゃんの悲しみをさ、吸い取ってくれてんのよ。今日は注文がいっぱい。ちょっと多いけど、ブーケ頼んでいい？OK です。私これから展示会の打ち合わせなのよ。
大丈夫、店番してます。バイト君来たら配達行かせて。はい。こんにちは。どうも。純ちゃん、初めて会ったのは冬だったよね。あの時からずっと好きだったよ。どっから入った？あ、それ踏んじゃダメだって。あ、すいません。ないだろう。君何なんだよ。あ、ノースアートの山北さんに花を届けに。あれ、花がない。これのことか。あ、よかった、ありがとう。いいけど、付き合うよ。え？ここの片付け。私嫌われたのかと思った。先生呼んできます。純ちゃんは？純ちゃん、純ちゃん、純ちゃん、
覚めた？貧血だって。サキさん、車で運んでくれたんだぞ。覚えてる。一応明日精密検査するそうだから、今夜は大事を取って泊まりなさい。うん。どう？まあ大丈夫だ。しけた面してんなおめえ。うるさい。お兄ちゃん。うん？純ちゃんのね、バイク悪かったな。俺が産んなきゃよかったのに。お兄ちゃんのせいじゃないって。うん。でもな、けどあいついいやつだったな。純ちゃんのね、え、お葬式出たんでしょ？うん、まあ葬式って言っても向こうのお母さんとうちの方は親父と咲さんだけで、味噌ってのまあ故郷で奔走するからって。私知らなかった。まあ事故から2日目でお前まだ入院したし、ショックもでかかったし。どんなだった？純一のお母さん、かわいそうだった。お母さん、お前に挨拶を、会ってお詫びがしたいって言ってたんだけど遠慮したよ。一人息子を亡くしたんだ。早く出雲に返してあげようって親父がそう言うし。おい、ありがとう。でも純ちゃんのお母さん、私のこと恨んでるんだろうな。私一人生き残って。事故のこと私思い出せないんだ。そっか。純ちゃんどうなったんだろう。私大した怪我でもないのに、どうして何もできなかったんだろう。仕方ないべ。まあ気にしなってたんだよ。そうかな。貧血でしたか？検査の結果ではどこも悪くなかったようですね。その後はどうですか？特には。頭痛とか耳鳴りは？たまに。睡眠は？あまり。
後でお薬出しときますから。先生、思い出したいんです。園田さん、無理はいけません。自分を責めるのもよくありません。気持ちを休めましょう。足はどうですか？まだ引きずりますか？気をつけてはいますけど。そうですか。大事に。なあ、あんた。あんただよ。ジャコ知ってる？ジャコだよ。ジャコ・パストリアス。あいつは天才だった。でも行き急いで、酒に溺れて薬漬けになった。生き続けることに何の意味がある？ああ、あいつと話がしたいの。どうもありがとうございました。上の入院患者よ。誰かで構わず話しかけるの。助かりました。見せて。え？それ。あんまり飲まない方がいいかも。どうしてですか？これ違いますか？そう、私の。ありがとう。ごめんね、送ってあげたいけど急いでるの。あ、いいんです。じゃあ。純ちゃん、何やってんの？こいつ美大に通わせとくのもったいねえわ。使えるわ。これ整備の免許取らせよ。やめて、卒業制作大変なの。向こうは冗談だよ。いいですよ、俺ご就職しても。お、それって向こうってやつ？二人ともバカ。おい、あとプラグ3本あるから。おい。
あんまり飲まない方がいいかも。キリノマキ。あの、いらっしゃいませ。こちらに桐野真紀子さんはいらっしゃいますか？はい、桐野はおりますが、ご予約はお取りでしょうか？いえ。どういったご用件で？直接お会いしてお話ししたいのですが。あの、お名前を。園田です。少しお待ちください。そちらにどうぞおかけください。はい。ちょっといいかしら。どういうつもり？お会いしたくて。どうしてここだって？ごめんなさい、封筒で多分弁護士の方だろうって。調べてほしいことがあるんです。あなた、私を笑い者にしたいの？私がどうしてあんな遠くの病院に通っているのか分かる？いえ。人に知られたくないからよ。弁護士は信用商売なの。精神科に通ってるなんて知れたら、そんな弁護士に誰が相談できると思う？悪いけど帰ってくれる？いいか？元気じゃない。大丈夫かよ。気にするな、私のこと。バカ！こっちは腹減ってんだよ。
しゃいませ。予約した河野です、はい、河野様、桐野先生と約束ですね。はい。お待たせしてすいません。あなた、なんでここにいるのよ。あの、どうしてもお話がしたくて。お話？実は調べてほしいことがあるんです。だから今日はちゃんと予約を取ってきました。あなた、園田さん？河野さん？園田です。すいません、名前を言うと断られるかと。ジャコなんとかの男と同じで少しおかしい。精神科には通っていますが、ちゃんと考えてのことなんです。園田さん。はい。私もあの病院に通っています。事情があってね。だから分かってもらえるかと。患者が患者に何の相談しようっていうの？どうしても調べてほしいことがあるんです。2ヶ月前交通事故に遭って恋人を失いました。でも彼の家の意向で告訴はしなくて、だから何があったか分からなくて。ここはね、精神科でも探偵事務所でもまして悩みの相談室でもないの。その事故のことでどうしても知りたいことがあるんです。悪いけどお断りするわ。実際問題として私は一般民事を扱っているの。刑事事件のことなら警察に行けばいいし、賠償金が欲しいんなら交通事故専門の弁護士を紹介してあげる。お役に立てなくてごめんなさい。お引き取りください。すいません。あの、拾ってくれる？それ。あ、今何時？時計が見れないの。7時10分ですけど。3時間も待ってるなんて。あなた男性ならストーカー法違反ね。すいません。この書類車に置いた後で話くらいなら聞くわよ。覚えているのはそこまでなんです。突然目の前に大きなトラックが。怖かったね。声も出ませんでした。その後の記憶がない？はい。気を失ってたんでしょ？でも
本当はどこかで、どこか奥の方で気づいてるんです。私は知ってるって。あの時何があったのか思い出せないだけで、本当は覚えているんじゃないかって。どうしてわかるの？あの日の小さな記憶の破片が、その感覚があるんです。地面を打つ水の音、焼けるような手のひらの痛み、そしてそこに倒れている私は、私は多分、いや、きっとはっきりとは分からないけど、目を覚まして冷たい体を起こそうとするんです。腕にできるだけの力を込めて、手のひらが痛くても、そして顔を上げて目を開く。でも何も見えない。広がっているのはただ暗闇で、それ以上は何もわからない。わかった。あなたが知らないのは、知りたいと言っているのはその暗闇の向こう、つまり彼がどうやって死んだかということでしょう。あの病院では話してみた？思い出したいとだけ。医師の答えはやめておけでしょう。はい、私も同じ答え。いい？それがどんなに残酷で、どんなにひどい様子だったか、あなたの記憶の底にあるかもしれない。でもね、だからこそ思い出せないというのは、あなた自身が思い出したくないからよ。あなた自身の脳がそれを消したいの。あなたを苦しめるものだから、壊してしまうほど辛いものかもしれないから。その消えた記憶の中に純ちゃんがいるんです。私、最後の純ちゃんを失いたくないんです。私今難しい案件を抱えていてね、しばらく考えさせて。うちどこ？白菊橋の近くです。よかったら車で送ってくわよ。大丈夫です、地下鉄で近いですから。そう、あなたなんか大丈夫じゃない。変なことを考えてないでしょうね。変なこと？ほら、自殺とか。大丈夫です。今日はありがとうございました。じゃん、いつ戻ってくっと？そいわ、涼子、
母ちゃん元気の中けん頼むね。お金毎月送るけんね。いつ戻ってくっと？今は分からんばい。なんで聞くとね。姉ちゃんもう二度と戻って今後たるち思うけん。そぎゃんこつは仲よ。涼子あんま気にせんでよかよ。気づんこと。じゃあさいなら。綺麗な写真ね。よく撮れてるわ。これ写真じゃなくて絵。写真じゃないの、絵なの。うっそー、細かいわね。バラの画集なんです。全部バラなの？すごいわね。ルドゥーテという画家なんです。200年以上前の人で、マリー・アントワネットにも仕えた宮廷画家だそうで、バラのラファエロとも言われています。へえ。で、教えてもらいました。そっか、純ちゃん美術大学だったもんね。この本は？彼にもらったの。家に置いとくよりはいいかなと思って。いけない、私余計なこと聞いたりしていいんです。なんだか最近やたらと彼のこと話したくなったりして。ごめんください。はい。ごめんね、突然で。いえ。お家を訪ねたら花屋さんの方だって聞いて。ダメかなって思ってました。実はね、あれからあなたの事故について少し調べてみたの。小さな新聞記事しか見つからなくて。じゃあ。前にも言った通り、私は刑事事件専門ではないから、正式な代理人にはつけないわ。でも調査には協力します。ありがとうございます。ただ他の件も抱えているから、できる範囲になるけど、それでもよければ。構いません。弁護士の仕事としてではないかもしれないけど。お願いします。事務的に言えば経費は調査の実費だけ。お礼はするつもりで。とりあえず病院にアポ取りたいんだけど、明後日は仕事？休みます。2,3 時間抜けられればいいんだけど。はい。病院へはまずあなたから連絡してね。その後私の方から代理人弁護士ということで連絡を取ります。ちょっといい女来たぞ。うん、あった。誰？別に。弁護士って言ったけど、事故の話なら賠償金も入院費も片付いてるぞ。関係ない。どういうこと？気にするなって。ふざけんなよ。私のこと気にするなって。やばっ！大丈夫？怖くない？後ろの席でいいのよ。平気です。ま、ゆっくり走るから。
あの橋の向こうに住んでました。恋人ね。事故の場所もそのずっと先です。あれから行ったことあるの？橋が渡れません。純ちゃんのアパートも大学も事故の場所もみんなあの橋の向こうだったのに。怖いのね。渡らないといけませんよね、思い出すために。必要ならばね。今日はこちら側の病院。運ばれてきた時のことは覚えてません。園田さんは昏睡状態でした。左腕から肩にかけて打撲、それから後心部と左肘の下に切り傷、地面に打ち付けられた時にできたと思われる左手のひらの擦り傷と左足首の強度の捻挫、これが一番大きな負傷ですね。足はもう大丈夫ですよね。普通に歩けますか？はい、歩けます。血圧の低下と頭への衝撃により昏睡状態が続きましたが、搬送後5時間ほどで意識は回復されています。先生、彼女はいつ気を失ったんでしょう？事故の記憶がないということであれば当然衝突直後もしくは直前ということになると考えられますが、救命隊の報告でも二人ともに意識はなかったということですから。救命隊が到着するまで気を失っていなかったとは考えられませんか？さあ、それはどうでしょうか。ただ園田さんには致命傷はありませんが、衝突のショックは相当に大きかったはずです。一般にも激しい衝突事故で気を失う人はかなりいるというのが実感です。次に河野さんの方ですが、開示の許諾を得ましたのでよろしいですか？はい、教えてください。病院に搬送された時にはすでに意識不明でした。ガラス破片による負傷、右肩から背中の広範囲にわたって深い傷がありました。それから脊柱が圧迫され折れて大量の出血が見られました。輸血を投じましたが残念ながら。運ばれてきた時は河野さんは生きていたんですよね？まだよく眠れませんか？この時期はなんか。また薬も欲しいんです。お仕事忙しいんですね。なぜか春から夏にかけて離婚は多いんですよ。何かと煩わしいですか？仕事ですから。桐野さん、どうです、しばらく休んでみては？じっくり休養することも大事です。南の島でのんびりしてみるとか。何もかも放り出してね。いえ、あくまで休養ですよ。睡眠も大事な休養です。じゃあお薬出しときますから。そうか、あのトンネル事故ね、
一人生き残ったって聞いてたけど、あなたでしたか。はい。どんなことでもいいんです。教えてください。あの事故ね、覚えてるわ。いわゆる国道からの抜け道で、冬場は閉鎖される道路なんだわ。車両の通行が少なく、通報が遅かった。我々が着いた時は救急車もまだで、トラックがトンネルの壁面に激突してフロントガラスが飛び散ってたんだわ。運転手はすでに即死状態で。君いいのかい？聞くの辛くないか？お願いします。続けてください。そう、バイクがトラックに突っ込み、3メートル離れて2人は並ぶように倒れてたよ。トラックのブレーキ痕がはっきりと残っていた。脇見運転で慌てて急ブレーキ、急ハンドル、スリップして反対車線に出た。そこへバイクが。どう衝突したんでしょう？バイクの前輪が潰れていたから、状況から言ってトラックの左側面にまっすぐに衝突したんでしょうな。バイクはまっすぐですか？そう、まあ普通は避けようとして反射的にハンドル切るんだけどね。けどそれで君は無事だったのかもしれないね。どうしてハンドルを切らなかったんでしょう？さあ、間がなかったんじゃないのかな。発見者は？確か宅配便の運転手だったね。目撃者じゃなくて、事故後に現場を通りかかって救急車を呼んだ。発生からどれくらい経過してたんでしょう？救急からの報告だと大体10分前後ではないかと。どうしてわかるんですか？バイクの彼の腕時計がね、潰れて止まってた。救急に電話が入ったのがその10分後なんだよ。10分間。我々が現場に着いたのは救急より少し前だった。どんな風に倒れていたんですか？地面に仰向けに倒れてて、声をかけたが意識はなかった。救命隊が来た時はまだ心拍があるって言ってたんだけどね。明日は無理しなくていいよ。桜なんて来年も再来年も咲くんだから。来年も再来年もいないじゃない。さん、ごめんなさい、勝手にお休みもらって。いいのよ、ぼちぼち手伝ってくれれば。でも今日は助かるんだわ、注文多くてさ。頑張ります。おはようっす。泉さん、助かります。おはよう。大丈夫？え、泉ちゃん、あの事故のこと調べてるんでしょ？うん、さっきね、弁護士さんが来たんだよ。つらっと綺麗な人、百合の花を買っててくれたんだわ。綺麗ね。
ありがとう。座って。少し時間がかかったけど、いろいろ分かったことがあるの。純一くんの解剖の記録開示を求めたの。解剖。この事故は業務上過失致死だけど、加害者のドライバーは亡くなっているから詳しい事故原因は分からないし、死因を特定するためにも彼の遺体は司法解剖に移されたの。ご家族の方はあなたに知らせなかったのね。純一くんの背骨は後ろから前に折れていたの。それで背骨が内臓を圧迫した。傷も背中一面と首の後ろ側に広がっていたって。警察はトラックの左側面にバイクがまっすぐに衝突したって言ってたよね。だからバイクの前輪部分が潰れていた。変じゃない？え？彼の背骨は前に折れていた。っていうことは背中から衝突した。ハンドルは切っていないから。でもその時のことをあなたは覚えてないのよね。はい。ぶつかる瞬間とかその時の音は？すみれ。純ちゃん、ここにいるよ。純ちゃん、何？聞こえない？聞こえないよ。この間現場で撮ってきた写真があるの。見るのまだ怖い？いいえ。覚えていなければただのつまらない風景写真ね。けど警察にもう一度行ってみて分かったことがあったの。あなたと純一くんが乗っていたバイクとトラックはこの位置で衝突した。あなたが倒れていたのはこの場所。しっかり見てね。はい。こっちが彼で、彼の背中は潰れてシャツは赤く染まっていた。頬にはえぐられたような深い傷があって、左手の指は3本が切断されてた。指。彼のヘルメットはバイクの後ろの方に飛ばされていて、あなたのは二人の体の近くに落ちていた。それからね、不思議なことに、あなたの服についた赤い血はあなたのものではなく純一くんのものだった。純ちゃんの。彼は大量の出血だったの。やめて。
うやめてください。あなたは知りたいと思っているんじゃないのよ。知らなくちゃいけないと思っているだけ。思い出すことなんて本当は何もない。母さん、全部わかってるよ。まだ同じ夢を見ますか？たまに。先生。はい。私のような患者は多いんでしょうか？そうですね。若くても病気や事故で大事な人を失うことがあります。残された者は皆悲しい。そうした苦しみや悲しみに耐えるには時間が必要です。しかし現代社会は本人と関係なく慌ただしく動いていて、仕事や学校に戻らなければなりません。しばらく人に会いたくなかったり家に閉じこもるのは本来当たり前のことなんですがね。こんにちは。久しぶり。元気？元気じゃないわよね。ここで会うんだもの。まあ、なんとか元気です。そう。気になってた。あれから連絡もないし。すいません。私診察すぐに終わるから、お茶行かない？待ってます。マキコさんはどうして私の頼みを聞いてくれたんですか？あなたしつこいから。ええ、じゃなくて見てたの。少し妹に。妹？今日はね、妹の誕生日だったの。クリッとした瞳で本当に綺麗な子だった。素直でいつも大きな口を開けて笑った。眠れないとね、必ず思い出してしまうの。妹さんはどちらに？熊本の田舎に母と二人きり。もう随分と会ってない。妹はね、
私のことを恨んでるの。こんな話聞きたくないよね。いえ、私自分のことばっかりで、真紀子さんの苦しいことや悲しいこと何もしろとしないで。いいのよ、あなたは大変なんだから。何があったんですか？止めて姉ちゃん、止めて止めて止めて姉ちゃん、止めて。優しかった父が仕事の失敗を機に酒に溺れ、暴力を振るい出したの。妹は必死に私に助けを求めたけど、私は怖くて目を塞いだの。やめて、やめて。あっ、初田いかが、初田いかが。私のせい、私が妹の顔を傷つけてしまった。きっと治してあげるって言っていろんな病院に行ったけど、でも頬の傷跡は残ってしまった。それから父は家を出て、私は勉強して働いて面倒を見ようと思って東京に出たの。でも本当は逃げたかったの。南へ帰るはずが、東京よりももっと北へ北へ。逃げたの。妹さんとはもうずっと。怖いの。どうしてあの時私が動かなかったんだろうって。妹の顔を見るたんびに自分を責めるから。それでも思い出すの。動かなくなった皮膚を引きつらせて優しい顔で笑う妹。妹はきっと私のことを恨んでる。私を許さない。その妹がね、工場の研修で近くに来てるの。会えるんですね。ううん、ダメなの。明日は裁判もあるし、涼子も明日帰るって。結局私は逃げるのよね。妹さんはどちらに？小樽。寂しいですね。
分と待たせて。いいえ、勝手に来た私が悪いんです。晩ご飯おごる。やっと一件落着。ちょっと飲みたい気分なの。付き合って。ええ、喜んで。でもその前に。そっか、何か思い出したのね。いいえ、違うんです。今日は私のことじゃなくて。え？私小樽に行ってきました。妹さんに、涼子さんに会ってきました。余計なことしてごめんなさい。妹はなんて。姉ちゃんに会いたかです。私はいつも守ってくれて、姉ちゃんが私は避けとることは分かっとります。真紀子さんはあなたが恨んでいるんじゃないかって。恨んでなんか、重荷ば背負わせた私が悪かとです。姉ちゃんは悪くなか、一丁悪くなかとです。姉ちゃんに会いたかです。姉ちゃんに会いたかです。姉ちゃんに会いたかです。恨んでなんかいない。姉ちゃんは悪くない。ただ会いたい。姉ちゃんに会いたいって何度も何度も。涼子、ごめん。本当にごめん。困っちゃって。3時に大事なお客さんが来るんだよね。配達頼んでいい？バイト君休みなんだ。え、行きますよ。どこですか？ブルーローズ、橋の向こうなんだけど。嫌じゃない？もう平気。あのブティックですよね。そう、悪いわね。全然大丈夫です。でしょ。綺麗だけど。卒業制作、何書いていいかわからないって言ってたから、この花どうかなって。これ純ちゃんが書いたの？違うよ。爆弾で片腕なくしたイラクの子供が描いたんだ。へえ、花に憧れたんだね。俺はその子みたいに素直に描けない。純ちゃん、ただのスランプよ。絵描くのやめるかな。純ちゃん、
本当わけわかんない。そんな簡単にやめるの？絵描くの好きじゃないの？好きだよ。だから困ってるんだ。簡単に言うなよ。そんなつもりで言ってない。せっかく花持ってきたの。もういい、ほっといてくれよ。ひどい、ほっとくわよ。よ。ただいま。お母さん。突然お便りしてすみません。あなたにお会いしお詫びしなければと思いながら、悲しみのあまり家に閉じこもってしまい、出かける勇気が持てません。どうぞしばらく許してください。先日純一のものを整理して出てきたものがあります。確か警察の方から渡されたもので、純一の腕に巻かれてあったそうです。あの時は気が動転してすっかり忘れておりました。純一の血で染まったハンカチは洗っても洗っても落ちません。やっと少し元に戻ったと思った時、ハンカチの隅の文字に気づきました。 IS、それは園田泉さん、あなたのイニシャルですね。そのハンカチで、泉さん、あなたは純一の血を止めようとしてくださった。傷ついた体で純一を助けようと。こんなにも純一を愛してくださったかと思い、私はハンカチを見ながら涙が止まりませんでした。どうしてもあなたにお返ししなければと同封いたしました。泉さん、本当にありがとうございました。何言ってるのよ。思い出せそうなんでしょ。今日は現場まであの日のルートをたどってみましょう。待って。はい。あの日は桜も最後で、風が吹くとふわっと舞い上がって、純ちゃんの鼻の頭にも花びらがついて、私おかしくてケラケラ笑って。本当に好きだったのね、彼のこと。でも私一度彼を失いそうになったんですよ。その時彼は卒業制作とか就職のことで悩んでいて、私たちちょっと喧嘩をして、そしたら急にいなくなったんです。
パートはそのままで、携帯電話はつながらなくて、私もう二度と彼に会えないかと思うと毎日辛くて悲しくて。でも帰ってきたんでしょ。3ヶ月も連絡しないで。純ちゃん、あの時どうしてたんだろう。泉が好きなのか。おい泉、なんか言えよ。どこへも行かないよ。どこへも行かないよ。だからもう失いたくない。純ちゃんの思い出のすべてを私は失いたくないんです。マキコさん、お花ありがとう。
思い出した。きっと守ろうと、私を守ろうとしてくれてたんだよね。純ちゃん、純ちゃんどうした？
純ちゃん。何？聞こえない、聞こえないよ。泉は誰だっけ。園田さん、あなたの案件はもう終わったはずよ。私出雲に行きます。その前に改めて真紀子さんにお礼を言わなければと。そんな、いいのよ。私も来月帰ることにした。妹にも手紙を書いたの。よかった。今忙しいの。見送らないけど元気でね。ありがとうございました。じゃ、泉さん、園田泉です。よく来てごしなさいました。純一が好きだった柄です。どうぞ受け取ってください。はい。純一さん、夏には一緒に出雲に行こうって。あの子きっとあなたを縁結びの神様に会わせたかったのね。ありがとう、連れてきたよ。泉さん、純一を愛してくださって本当にありがとう。
純ちゃん、せっかく来たのに私一人じゃ寂しいよ。あんたも大切な人亡くされたかね。ありがとう。いやどっこいしょっと。私もな、あんたみたいな顔して空見上げてたんだわ。いつのことですか？もう60年も前だわ。戦争で主人亡くしてな、結婚してすぐだったわ。戦争？潜水艦に乗って海に消えてしまった。骨も出てこん。だからいつか帰ってくるんじゃないか、本当はどっかで生きてるんじゃないか、いつまでも諦められんでな。ずっと待っていたんですか？会えたんだわ。え？一遍だけ。土下しても会いたいと毎晩酒行って拝んだんだわ。そうしたら本当に一遍だけ、うちを出た時と同じ格好で私の方を見て優しい顔で笑って、ずーっといなくなった。その坂っていうのは？伊布谷坂って坂。黄泉の国に続く坂ってね、大昔から言われてるんだわ。黄泉の国？あの世とこの世をつなぐ坂だわね。ここから東へしばらく行くと伊谷神社ってのがあって、その近くにある小さな坂だが。私も会いたい。大切な人は病気で亡くなったの？事故、交通事故です。突然だったね。もしもって私、今でもついそう思ってしまうんです。そうだね。もしもあの日出かけていなかったら、もしも、もしも純ちゃんに出会っていなかったらって。うちの人も、もしも戦争がなかったらってね。
純ちゃん。生きてる。生きてるよ、純ちゃん。私生きてる。純ちゃん。